ちょいと話神の言うこと聞いてくれ、悪しきのことは言わんでな、この世の字と天とかたどりて、夫婦をこしらえきたるでな、これはこの世の始めだし、なむ天理をのみこと、よしよし。それでは説明します。まずちょいと話は合掌して右の人差し指を前に出します。左手はたもとを軽く押さえます。そして引きながら手首を返してまたすぐに前に出し、再び手首を返して前に出します。ちょいと話し、神のは合掌の手、いうことで右人差し指で口元を刺し、左手でたもとを軽く押さえます。神の言うこと、聞いては右人差し指で耳を刺し、聞いてくれで両手を上向きにして平らに揃える手になります。悪しきのは左手でたもとを軽く押さえ、頭を少し右に傾けて手枕をする形をします。言葉で平らに揃える手、言わんでなは左より3回投げの手をします。この用ので左の人差し指は手のひらを内向きにして立てて、また右の人差し指は手のひらを外向きにして立てて、それから両人差し指を行き違えて前の逆にします。このような字と点灯は両人差し指を平らに揃え、左人差し指は上向きに返し、右人差し指は上げ、手を開きます。かたどり手は右手を左手の手のひらのところに指先を下げて、かたどり手と指先を立てます。夫婦をで右手は手のひらのところへ指先を下げ、そして指先を斜め上向きにして少し上げます。この時左手は右手に合わせて指先を少し上に上げたり下げたりします。夫婦をこしらえは
右手を外側にして抱き合わすように少し深めに重ねます。キタルデナは投げの手、キタルデナ、これはこの世の始め出しで、左手でたもとを軽く押さえ、右手を上向きに前に出し、左手を同じようにして前に出して、同じ高さに揃えます。続いて手のひらを返すや、直ちに手のひらを平らに揃えて前に出します。南無天理王の御事は合掌の手、よしよしと頭を下げます。それでは第2節を通してお手を振ってみたいと思います。ちょいと話神の言うこと聞いてくれ、悪しきのことは言わんでな、この世の字と天とかたどりて、夫婦をこしらえきたるでな、よしよし。